縄地域森妖怪どうもアキチャンネルです。今回はうちで繁殖をした沖縄シリケイモリ、卵の孵化から現在まで1年1ヶ月が経過をしました。で、今回は孵化から現在までの成長記録を振り返ってみようと思います。内容としてはですね、過去動画を交えながら生まれたての幼生にどのタイミングで餌をあげたらいいのか、どのような餌をあげたらいいのかお話をしているので、最後までご覧いただければと思います。それではどうぞ。
こちらが現在の様子になります。イモリたちは環境にも慣れ、餌の時間になると自分から出てきて餌をおねだりするようになりました。イモリは人に慣れるので、長く飼育していると可愛らしく思えてきますよね。私はイモリの中で沖縄シリケイモリの金箔、そしてレッドラインの乗った個体が一番好きです。そして綺麗でかっこよく見えます。そしてこの謎のキノコ、どうしても自然採取の苔なので、こういったキノコ生えてきますよね。それでは本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。